はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ、今回もね、みんなの投稿を見ていくんですが、まずこちら、リンク撃墜集、リンクモンタゲ、さあ、え？すごいすごいすごい、なんか、映像すごいぞ、なんか、編集技術ある感じもしかして、しかもうまいぞ、待て、無敵の人来た。うん、もう編集もできてプレイもやばいっていう、完璧じゃん。もう YouTuber になってくれって思ってしまうからうまいぞ。さあ、いいな、いいな。ボム使いがうまいな。ボムがめちゃめちゃ専門的なんかな。いいな、すげえ。ええ何やってんのこれ。ちょっと、指どうなっとんのねえ、タコですよ、多分これ。指何本ついてるんですかっていう。指も多くて、多分コントローラーのボタンも多いです。じゃないとあんな動き、できるはずがないんだけど。うわ。ちゃんとね、爆弾ね、空中に置いて、上に出すっていうね。おい、その角度でさ、そのコンボ見たら本当に意味不明。何が起こってるのっていうな。うん。スマブラの紹介映像とかのさ、ああいう感じの角度でさ、なんかあるじゃん、いいプレイみたいな。あれでそれしとったらなかなか気持ち悪いで。これさ、ちょうどバーストできるさ、タイミングになってさ、フィニッシュしてますけど、これ、やろうと思ったらさ、普通に 300%、200% ぐらいまで確定しそうよな。999%ちょっとなんかぶっ飛び的な問題で無理かもしれんけど、全然なんかね、200%、300%普通に、そっか、それもなんか、普通に確定しそうなんだよな。しかもこうやってなんかね、差し込みの画像とかもおしゃれやし、花火花火ねえ、見たいよな、そろそろな。花火とか全然コーナーでさ、なんかないじゃん。だから俺見たいわ、花火あるんかな今時。もうあるんだろうか、花火って。花火見に行った人いますか？もう7月8月やったらもうあるとこはあるんかな。さあ今の耐えて、え、まさか。余裕の崖ぼったちしてましたけどね、月光さん。全然リング側ね、勝つ気しかなかった。あそこでも諦めん気持ちね、気持ち大事よね。やからね、リードする方もね、その気持ちに応えてね、うん、受けて立たなあかんってことだよね。はい、これはドンキ、ゼロパーっすね。絶対やるよ、これ。あ、まさかのシルブレ。あ、すごい、シルブレできるんだ、あれ。びっくりした。うますぎんだろ、マジで。さあ、切り札ありますよ。おしゃれー。超使えそう、これ。めっちゃかっこいいしね。うん。バチバチ見せてますからね。うわ、すげえわ。なんだ、この人。正義の見せプレイ。タキャラ、見せプレイ。シュン。さあ、いろんなキャラ使ってくれるから、まず、メタナイトと。いいね、メタナイト。いやー、いいですね。タイムリーというか、ねえ、かがり火があったからさ、メタナイト見ると若くしちゃうわ、俺。かがり火。よかったですよね。昨日の、本当にすごかったですけど。さあ、本当にいろんなキャラ使ってほしいと思うんですよね。サムスも使っちゃうっていう。150% もあったら、これ、ほかほかやばいっすよ。ほかほか。さあ、あそれはほかほかだけども死んじゃうかもね。あの場所で、フルチャージをとくあったら、さすがに死ぬか。メテオ、メテオ返しと。なかなかいいですね。いや、マジでガノミラはあれがあるから怖いし、ゼロパーカーでもね、あれでね、やられるからね、メティオ行くのもちょっとリスクあるって思っちゃうのがね、ちょっとガノミラの怖いところというかね、オーバーキルすると思いきやしないという、そういう感じ。おっと、CP ワニがコンボするのかと思いきや全然違いました。お腹を披露してましたね。ファルコ、うまい。いいね、ダブルメテオと。いいね、今の。さあ、ちょっと相手が CPU になってきましたが、なんだろう、ちょっと CPU はちょっと、はっちょけたプレイやっちゃうのかな。空中職だ、空中上はなかなか、え、今の下やらんの。ちょっと、判定がよくわからんかったけど、いいな、面白かった、この人。正義の日本、サムス撃墜、ミセプシュ。さあ、サムス単体のミセプシュっていうのは、見たことないと思うから、ちょっと期待やな。なんか、使い手特有のなんか、テクニックとか、見えたらいいなって感じやけど、さあ、これ、ちょっと有名なね、空中上からの上 B コンボですけれども、ジャスがしてよくそもと、そして、溜めて、ジャスが、上京都。ちょっと、テクいな。うん。もう完全にサムス慣れしてるというかね、やっぱ使い手はいいね。さあ、いいね。しっかり崖もね、やっぱガノンって崖がね、強いからさ、あそこは冷静に上がってきましたと。いいね。さあ、メテオと。いや、ちょっとね、多分これ、あれな気がするな。後半に行くにつれ、やばくなっていう感じかと思ったら、もう早速やばい。早速、崖上がりのヤバさ見せてください。崖上がりのヤバさっていうか、この人の崖上がりのヤバさ。何？そこで、え、クーダクーダチャージショット極めると何？あの展開から、なんなん、攻守、
逆転できんのすげえな今の。さあこれは横スマ確定は立ちましたね。ボムに当たったら横スマ確定というね。いややばいこの人やっぱ使い手やな、使い手な。ではあのやばいテクニックとかね、その技の深い使い方を見せてくれたよな。さあクッパとかコンボ抜けにくいからはね、やっぱ空中とか決めやすいんやろな。さあ三島さん何今の空打、やっぱ空打のテク、見ました今の。ボム当てて反転上様っていう、だからボムで自分の方にぶっ飛ぶっていうの分かってるからこその反転上様ですよね。あれ普通に前向いて上様しとったら確定しやん可能性があったんかもしれない。マジで深いわ、あれは俺じゃなきゃ見逃しちゃったね俺じゃなきゃ見逃しちゃったかもしれんけど、いやこれは深いところにもね増えてきますよ。やっぱり人のプレイ見るのにはやっぱりね僕も定評がありますからね、人のプレイ見るのにも慣れてますから、もうそこまでしっかり見ていきますよ。さあいいよ、ドンキーも空中へ入っちゃうが、それを分かってるドンキー使いはねやっぱり抜けたいという気持ちでね空中へはめ来るかなと思ってね回避をしちゃいましたけど、まあ、それを読んでねメテオあの回避を見ちゃうっていうね。さあ今のは踏みつけや事故なのかもしれないし、狙ってたんかもしれないし、わからないってことでね、はい分かります今のはね。あらもう重量級とかね、重量級の強さってさやっぱりさぶっ飛ばされにくいっていうのがさやっぱ重量級の強みの一個だと思うんやけど、メテオしちゃえば一緒なんすよっていうね。さあこれはあボムに当てないのにね早く崖上がってもね試合ショット置いとくっていうね、いろいろタグがでね、これされたらこれがあるっていう、やっぱそういう自信があるとやっぱりね崖強いですよね。さあこっち側に受け身してもさすがに、あははその角度は返ってこえねえぜ、リミットも足りんかったしな。さあクラウド今のマジできついやろ。さあこれジャンプあるか、ジャンプはない今のさヒットストップあったじゃん、チャーショットの受け身絶対むずいでしょ今のね。ねえあそこで内側に向かってねあの NB していくっていうのもうまいよね。まあじゃないと当てにくいかさすがにね、クラウドの下から潜り込む感じの復帰には。さあもう終わった、嘘もう終わった待って3話あったよね、一瞬じゃん。はい、というわけで今回はねみんなの投稿を見ていきましたが、今回はあれやな、その使い手特有のテクニックとか、まあ、リンク、サムスとか、やっぱあのね、もう見せプレッシュ一貫して同じキャラやったりするとさ、やっぱりもう使い手ならではの、そんなテクニックあるんだとか、そういうのがちょっと見えてね、よかったですよ。なんか、俺もなんか作ろうかな。俺もやっぱりね、やっぱ使っとるとさ、ガノン使いやけどさ、やっぱり、使い続けるとネタって増えてくるんですよね。やっぱ使い手しか知らんようなネタ、すごい、そんなのあるんだみたいな、あるから、ちょっとそれを皆さんに紹介する回を作ってもいいのかもしれんってことで、そういや、俺は、そうやな、みんなにバレんように、自分の店プッシュをみんなの投稿に投稿して、自分で実況しちゃおうみたいな思ったけど、全然してないや、そういえば。いつやろうかな。でもこれ言っちゃったからバレるんよな。でもみんなにバレんように、ちょっとね、もしかしたら、今までの店プレイ集で俺の店プッシュがあるかもしれんと思うと怖くない？うん。今までの店プッシュ動画全部俺やったかもよ。わからんくない？いや、そんなことはないけど。まぁ、ちょっとさらっとね、ネタがなくなったら自分の店プッシュ作って投稿しようかな。